イソッチの自己肯定感低めラジオ。皆さん、ひくらじは声優のイソッチこと磯村智美です。ひくらじは構成担当のシモンこと橋本優希です。自己肯定感は低いけどゲームが大好きな2人がお届けするラジオ番組、それが自己肯定感低めラジオ、通称ひくらじです。早速なんですけど、はい、一通お便り読んでいただいてもよろしいですか？はいはい、ひくらじネームアリキーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。イソッチさん、シモンさん、ひくらじは、ひくらじは、ひくらじはいつも楽しく聞いています。私事で恐縮なのですが、最近転職をしまして、現在新しい職場に慣れることに四苦八苦する毎日を送っています、うん、そんな状況で睡眠の質が下がっているのかなと思うようになりました。なかなか寝れなかったり夜中起きてしまったり、そこでお聞きしたいのですが、お二人は睡眠について何か意識していることや質を上げるためにやっていることなどありますか？うん、今後もお二人のこと全面的に応援しております。ではまた。転職されるリスナーさんが多いですね。ね、そういう時期だったのかな、4月とかで、まあ、このお便りをですね、こう選んだ理由として、まあ、非常に今タイムリーだなと、はい、つまり我々も今睡眠の質がすごく下がっている睡眠の質なのか分かんないんだけど、私はなんか常に眠い。仕事をしてたりとか、外に出てる時は大丈夫なんだけれど、はいはい、お家帰ってきてからがもうほんと眠くて、今まではお夕飯食べるともうスヤーだったんだけど、うん、お夕飯食べる前にもうスヤーが来るんよお夕飯食べてスヤーもちょっとどうかとは思いますけどもまあでもほら、一応なんかね、現象としては理解できるじゃん。まあお腹がいっぱいになったら眠くなる。うん、でもご飯食べる前にもうスヤーが来ちゃってじゃあ睡眠自体は取れてるもんね。困ってるんですよ。でもスヤーが来てご飯食べてスヤーが来るじゃん、もう一回。また来るの？そう、来るんよ。だからすごいな。ふわって倒れ込んで寝てしまう感じ。一日の中でずっと眠い。まあでも仕事してないと眠い。あ、イソチューブのなんかやりたいなとか、サムネとか作りたいなとか思った時にはって起きてやるんだけれど、うん、もうスヤーが強すぎてごっちゃごちゃになってんのよ、作ったクリスタの画像がなんなんこれは。そういう時期なの？五月病的なやつなのこれは。春眠暁を覚えずにしてはちょっと遅いですしね、うん、なんか最近だとあれですよね、ヤクルト1000がいいみたいな。そうなの。だからヤクルト1000一回飲んでみたいんだけど、もう乱獲されちゃっててさ、ないんよ。噂によるとピルクルでもほぼ同じ効果だみたいなのを見ましたよ。あ、でもなんかピルクルはなんか違うんだよね、聞き方が。菌というか酵母というかは違うから違うんでしょうけども、私はヤクルト1000の方の効き目が欲しいって思って結局ヤクルト1000だったのよ。いや、結局の意味は全然わかんないけど、そう、それがなんだかちょっと調べるね。おお、はいはい。ああそうだそうだ、ヤクルト1000とピルクル400の違いで、はい、ピルクルはお通じが良くなる。ああそうだね。両方とも腸内環境の改善ではあるんだけれど、うん、ストレスの軽減とか睡眠の質を上げるのはヤクルト1000にしか効能はないわけよ。なんか言ったもん勝ちのような気もするけど、そうなのね。そうらしいよ。うーん、なんで腸内環境を改善したいからヤクルト1000飲みたいなって方は別にピルクル400でも大丈夫だと思います。ただ菌の数が1本あたり1000億あるのがヤクルト1000 でピルクル400は400億だから、うん、追いつこうと思うとピルクル400は2本飲まなきゃいけないじゃん。2本でも足りないわけよ。 2.5 本。でもそうすると糖質1本あたりがでもなんかめんどくせえなこの話ヤクルト1000は 14.1g で、うん、ピルクル400は 9.8 だからかなり多くなっちゃうよね、糖質が。ピルクル400だとヤクルトレディーなの今、イソッチはなんかもう猛烈な営業トークに入ってるけどヤクルトレディーにお会いしたこともないけれど、あ、ピルクルはあの特保です。あ、いいじゃないですか。でヤクルト1000はあの機能性表示食品です。もう違いがいまいちよく分かんないけどそうなの。両方とも毎日飲む方はちょっとお気をつけください。何の話やねんこれもうあの2周年特別企画たくさん読まなきゃいけないのでこの後にしときましょうそれでは始めていきましょう。イソッチの自己肯定感低めラジオ、エゴ解放できません。この番組は我々自身の提供で YouTube、Spotify よりお送りしています。2周年特別企画、ラジオ収録日は夜更かし、
イソッチの知らない世界。シーズン3が始まるヒクラジ。もっともっと世界を広げていくために、イソッチがこれまで知らなかった新たな分野と出会うための企画になります。リスナーさんの趣味、特技、仕事など知らない世界のプレゼンを聞かせてください。こちらのコーナーは採用者全員にプレゼントがございます。そして最終的にキングオブ新世界に選ばれた1名様にはさらに特別なプレゼントを進呈いたします。今回がラストですので、まあ、この回はね、前編2周年企画コーナーをやっていきます。聞かせてください。ちょっと壊れたテープレコーダーみたいになっちゃってますけども、お便りのね分量が多いんで頑張って。多いみたいですね。これはやっぱりプレゼントパワーメイクアップですか。そうですね、月の光に導かれたかどうか分かりませんけども、はい、たくさんいただいた中からね、かなり選別にも時間を要しましたので。かかってましたね、シモン氏が。苦戦しました。じゃあもう早速、はい、ひくらじネームミスったドリラーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。イソチさん、シモンさん、ひくらじは。ひくらじは。私がイソチさんにご紹介したいのは空手の世界です。うん、空手といえば龍子の剣のミスター空手やバキのオロチドッポなどでおなじみかと思います。うん、ちなみにイソチさんはなぜ空手が空という字を使っているかご存知でしょうか。一説によれば空手はかつての琉球王国が中国の唐から学んだ剣法を唐の手と書いて唐手トゥディと呼び、そこから手に何も持たないことを意味する徒手空拳の空空という漢字が中国の唐というところの文字と置き換わって空手という名前になったと言われていますと。そんな空手ですが、実は大きく分けて2種類に分類されます。一つはスポーツとしての空手、もう一つは護身術としての空手です。違いをざっくりと説明しますと、組手といわれる手合わせをする際、前者スポーツの方ですね、こちらは攻撃を寸止め、または当人たちにとって軽度に留めるのに対し、後者はもちろん限度はありますが攻撃をしっかり当てるという点が異なります。まあ護身術ですからね。イメージとしてはミスター空手やオロチドッポが得得しているのは護身術、オリンピックで行われたのはスポーツとしての空手になります。また空手には組手以外に型と呼ばれる演武があり、こちらは技の美しさや動作のキレを競う競技です。型の名前は沖縄方言が由来となっているため、伐採台や西園鎮などあまり耳なじみのない名前が多いですが、中にはクルルンファやスーパーリンペイなど少しポップな名前もあります。スーパーリンペイ知ってる。あ、知ってんの、すごいね。うん、聞いたことある。ちなみにいずれも難易度は高いです。うん、ですので型の名前を調べるだけでも面白いかもしれません。最後になりますが、空手は体だけではなく心も鍛える武道です。体力作りや体幹トレーニングにはもちろんですが、精神力を鍛えるのにもおすすめです。以上、空手有段者かっこ黒帯からのプレゼンでした。あ、すごい、すごい、まあがっちりしたプレゼンですよこれ。ポゴをクリアする前にやれよ空手みたいな、だいぶ遠回りしますけどねでもそうなんじゃないですか、この本番にちょっと弱いよみたいなイソッチ の精神、うん、今から空手に習いに行くっていうのもあるんじゃないですか。ちょっと調べさせて。あ、さっきのねスーパーリンペイを知ってるとかねありましたしね。あ、もしかして違うか。なんだなんだなんだその1回上がって下がるのなんだ。私うアーケード版のチャタンヤラクーシャンコをすごくやってたんですよ、ゲーム。ちょっと待ってください、何ですか、もう1回お願いします。チャタンヤラクーシャンクですちょっと存じ上げないのでちょっと調べますね。それで出てきたのかなってちょっと思って。チャタンヤラクーシャンクは空手なんですよ、ゲーム。おお、これか。完全に空手。空手ですね。これね、ぜひ有段者からこのゲームについてのことを聞きたいから、ミスったドリーラーさんはぜひ調べていただきたいんですけど逆に宿題が出るのかいや本当にこれ当時ギャルコちゃんとやって、おうおう、なんだこのゲームってなったんよ。なるほど。チャタンヤラクーシャンクってなんだ、まずタイトルよ。でも待ってください、これそれこそ空手の型らしいですよ。あ、チャタンヤラクーシャンクは型の名前。型なんでしょうね。ああ、なるほど、そこをタイトルで取ってるんだ。そういうことですね。え、じゃあスーパーリンピックこれで覚えたんかな。いやでもね、技名なんてなかったはずなんだよ。よくわかんないけどたまに技が出て
はいはい、急に敵を倒してたのよ私たち。楽しんでんのか何なのかよく分かんないけど、だから操作方法がよく分かんなくてさ、これ本当に。でもこれストライダー飛竜を制作に関わった方がプロデューサー。そうなんだ、すごいなんか硬派なゲームだった。この時もうすでにストリートファイター2とか出てたんだけれど、うん、ああいう派手さはなく粛々と戦っていくやっぱり精神的な武道ですからね。本当に空手って感じだった。へ、いやまあなんかそれを思い出しましたよ。だからちょっとやっぱテレビでオリンピックの時とかさ話題になってましたよね。型の方なのかな、演武の方じゃないですかね。そうだよね、話題になってたよね。なってました。優勝っていうか金メダルかなんかになったとかで、で見てめちゃめちゃなんかすごい気合で、うん、これってどういうなんかそのキレとかさ美しさってさ、フィギュアスケートもそうだけどさ審査員に託されてしまう部分多いけれど、点数にこううまく変換しにくい、そうそうそう、ような気がしますよね素人目にはね、うんうん、だけどあの周りの空気というかが変わったのは、うん、わしでもわかるぞっていう一人称がわしだから別流派の師匠みたいなわしでもわかるぞセリフだけ聞くとそうですけども、なるほどね体感はすごく良くなりそうだよね。いやそりゃそうでしょう。ポージングすごいもんね。さっきだからこの伐採台声援陣みたいなやつもちゃんとこう、うんうん、動画で見てたんですけど、うん、ちっちゃい子とかがすごいしっかり演舞するわけよ。ああ、うんうん、あれはかなわないよねきっと大人でもね。友達が確か警察学校に入りたくて、うん、柔道とかやんなきゃいけないよ、ね、やらなきゃいけないね。そうそうそう、それでなんかやってた気がするんだけれど、大変そうだったもんな。これでもいいですよ、ダイエットの話も精神的な弱さの話も先ほどポーでしてましたから、ええ、もう解決するのは空手ですねこれね。空手ですかね。いやでも今からやって追いつけはしないでしょうけどこれ例えばさ、おじいちゃんおばあちゃんがさ、うん、こうゲートボールをするような感じで気軽に入っていけるものなのかね。いやわかんない、どうなんだろうね。我々が一日入門とかしてもいいもんなんですかね。あれ私もですか。え、そうでしょ私もですか。なんでですか、冷え性の人なんだからやっぱここはさ。冷え性には聞くとは特にミスったドリラさんは書いてないからいいかなって。でも聞くんだと思いますきっと。そうですか、そんな気がしますけど、さらにご自身が有段者黒帯ってところが説得力ありますね。ありますねこれはね。最後の締め力強いもんね。もうこれで行ったぞみたいな感じのパワーありましたね。以上みたいな。ということでじゃあ続きましてですね、はい、クラジネームジョーカーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。磯地さん、下地、ひくらじわ。くらじわ、くらじわ。ここ配信を見ながらこれを書いており、ボルゾイの話題で思い出しました。お、以前紹介させていただいた気もしますが、推したいのは秋田犬です。おお、犬来ましたね。秋田県大館市にある秋田犬保存会は、秋田犬の血統書を発行している団体で、ザギトワ選手のマサルや朝青龍へもここから秋田犬が送られています。秋田犬のぬいぐるみのマサル人形もここが監修しているため可愛いと評判です。うんうん、秋田犬保存会は YouTube でライブ配信されており、月水金は職員さんの飼い犬である黒兵衛トラゲ、うん、銀ちゃん赤毛がおり、またそれ以外の平日では子犬といっても大きいの秋田犬が来た時に突発的な配信があったりします、うん、なお大館能代空港では8のつく日8日18日28日ですね、うん、は中堅八高の8の日ということで、秋田犬がお出迎えしてくれます。へー、ですので秋田へ行く際には8のつく日の月水金がおすすめです。自分はそうしました。ではでは。へー、お、最後のこの情報はおっとなるものなりますね。秋田犬保存会はあのツイッターをちょいちょい私チェックしてまして、ああさすがに、モフモフの子犬とかをたまにリツイートしてるんですけど、はいはいはい、まあでも YouTube ライブやってるっぽいねみたいな感じで私は聞いてましたよ途中までは。ところが最後ですよね、やっぱポイントは8の日。どういうことなんだろうね、あのゲートのところに秋田犬が来てくれるのかな。どういう感じなんだろう、あれかな、それとも荷物のあの検査券、あれがその日だけ秋田犬になって効果は大丈夫なの。え、どういうこと、何匹。いやー、どうなんでしょうね、これ調べられるもんですか。ちょっと見てみますか。うん、あーなんかあれですね、バス乗り場とか空港の玄関のところとかに来てくれるみたいですね。あら、子犬もいるじゃん。子犬もいますよ。やばいねこれは。これはいいんじゃない、これはやばいですね。何ですかね、あの犬
絶対私が好きじゃないですか。絶対好きだね。このコーナーの趣旨としては、一番遠いところを当てた方がみたいな話ですけど、キングオブ新世界ね。でもこう採用されるためには近いところをすってく、なるほど、っていうテクニックもあるわけじゃないですか。着実に狙っていく。そう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 、これはやばいですね。意味もなく秋田に行きたくなるもんね意味もなく飛行機に乗って、特に何のあれもなくても空港のホームページで使われている今写真を見てるんですけど、はい、来た方が個人が特定されないぐらいのトリミングをされてるわけです。はいはい、顔がちょっとね半分ぐらいのね。でも完全に笑顔だもん、ね、完全なる笑顔おじさま、完全に喜んでるもんねこれ。そうだね。いやこれはいいですね。いいですねいい情報をいただきましたね。あ、よかったです。じゃあちょっとぜひね秋田のお仕事を取っていただいて、ピンポイントはあれですけどももう八の日だったら行くよということで取っていただいてね、そこまで大御所になりたいですね。行っていただけたらいいんじゃないかと思います。はい、ひくらじ続いていきますよ。ひくらじネームアリティさんからいただきました。お、2回目ですね。こんなに高倍率なのに本当にこの2周年特別企画めちゃめちゃお便りありましたからねすごいね。ではいそっちさん、しもさん、ひくらじは、ひくらじは2周年おめでとうございます。ありがとうございます。広い知識をお持ちのいそっちさんが知らない世界なんてあるのかなと思いつつお送りします。これを機にお伝えしたいのは羊喫茶です。うん、推したい主な理由は以下の3つです。1、年もタイプも違うイケメン羊がたくさん。2、別世界のお嬢様ご主人様になれる。3、極めて高品質の料理と多種多様なお茶を楽しめる。私が初めて帰った時は若い羊さんが昔話自作に付き合ってくださり、違和感のないアドリブで私の幼少期の思い出話をしてくれました。ほう、提供される料理は高品質なものばかり。数々のスイーツに精通しているいそっちさんも大満足してくださると思います。お茶はその日の気分で決められます。迷えば羊さんに相談したら気候や季節、自分のイメージなどからおすすめのお茶を教えてくれます。心を癒す最高の時間を求めてご帰宅されるのはいかがでしょうか。一押しは東京池袋にあるスワローテイルです。ちなみに私はメイド喫茶は1回しか行ったことがありませんが、羊喫茶スワローテイルはポイントカードを作って何度も行っています。シモンさん、男性も楽しめる場所なのでぜひ行ってみてください。なるほど、プレゼンの基本である3つのポイントを挙げるもできましたねさすがですね。何かプロの方ですかこれは。あのビジネス的には合格ですね。わかりやすい。これ磯地さんどうですか。私ですね、東京池袋にあるスワローテール行ったことございます。おっと、お友達がすごくハマっててお付き合いでね行ったことある。お嬢様になられたんですね。なったことあります。だから帰宅って書いてるところがさすがだな、アリティさん。あ、そうなんですよ、自分のお家に帰った体験ですもんね何食べたんだったかな、アフタヌーンティーとかしたのかな。はいはいはい、すごく美味しかった思い出が。アリティさんのおっしゃる通り、そうそう、スワローテイルはさ、私行った時に本当渡り、はい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 、みたいな感じの、うん、あの年配の羊の方がすごく素敵で、うん、もうあの方がいるだけで説得力があったよね。若いイケメンだけを揃えてるとかいうわけではなく、ちょっと貫禄のある羊さんがいらっしゃると、うんうん、グッと説得力が増しますね。そうそうそうなのよ。ただね、私一つだけ本当に恥ずかしかったことがあって、はい、お手洗いについてきてくださるじゃんはいはいはい、あれがね本当に本当になんか気恥ずかしくて申し訳ない気持ちになりました。お嬢様に何かあっては一大事ですからね。下がりなさいって言えばよかったのかまあ確かに、いやでもなんかいいんですよって言ったんだけど、うん、いやおしぼりお持ちしないといけないんでみたいなことをすっごい言われて、いつってんだろうってお嬢様言葉が過ぎますよ。そう思ってしまったんですけれども、そこはやっぱ黙りなさいぐらいのちょっと違うロールプレイ入っちゃってあなたはいつから私にそんなことを言える立場になったのかしらって言えばよかったのかなお嬢様から女王様の方へシフトしてきてるんだよな悪女霊嬢みたいなさ、まあまあまあ、あるじゃん。そういうお嬢様もいらっしゃるはいらっしゃるでしょうけども、うん、お洋服すごい素敵なね、ゴスロリとかさ、ロリータ系のファッションで着てるお姉様方とかいらっしゃったんだけどさ、その方たちは本当慣れたもんだったよ。お手洗い行く時もああいう方が執事さんもやりやすいんだろうなって思って、ごめんね
中途半端な役の入り方ではね、役とかじゃないなかったから、なんか行ってあこういうところなんだみたいなところからそうですははってなってたからちなみにですね、シモンさん男性も楽しめる場所なのでとありますけども、はい、私はもう十何回スワローテイルに行っておりますので、おすごいすごいすごい、それこそね執事喫茶の脚本書くことがあって、なるほど、お仕事で研究で何回か通わせていただいたり、うんうん、お話聞かせていただいたりってしたんですけども、うんうん、まあ徹底してましたよね。そうだよね、ここはもう本当に違うなっていう。そうか、でもまあイソッチはもうすでに体験はしていたという、まあでも男性もこんなに楽しめるんだっていうところはなんか新しい。まあでもそうだよな、私メイド喫茶行っても楽しめるもんな。逆に僕メイド喫茶一回も行ったことがないんで分かんないです。そうなんだ、あのでもメイド喫茶もいろんなタイプがあるから、まあそうでしょうね。どっちかっていうとアイドルさんを追いかけしてる感じのところもあるし、ほんとシックな感じのやっぱこうスワローテイルさん系のところもあるし、でもスワローテイルさん系のところはねおすすめかも。あのロングのメイド服だし、クラシカルな、ほんとエマの世界。萌え萌えじゃんけんやらされるんじゃないかと思ったら怖くて入れない。あー、萌え萌えじゃんけんのところもあるよ。でもなんかシックなところは萌え萌えじゃんけんはないですか。ない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 ですよ。じゃあご主人気分を味わいには行きたいですね。じゃあ教えますよ後で。一緒に行ってくださいよ。あ、じゃあ行けるときに行きましょう。じゃあちょっと今度また行ってレポートをしましょう。はい、ではではでは、こちら最後のプレゼンターになります。はいはい、ひくらじネームもっちさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いそっちさん、しもんさん、ひくらじは、ひくらじはいそっちが知らない世界かもしれないことを紹介しますね。うん、いそっちさんは植物を育てることはお好きでしょうか。うん、昨今の状況からガーデニングや家庭菜園を始める方が増えているようです。そんな中、私が紹介したいのは部屋の中で簡単にできる水耕栽培です。イメージとしては豆苗の根っこや切った人参の頭を水につけておくと葉っぱがニョキニョキと育つあれですね。家庭で食べた食材の一部を使って室内で手軽に育てられる点がポイント。一番のおすすめはアボカド。まず食べ終わったアボカドの種をよく洗い、果肉をきれいに落とします。果肉には発芽を遅らせる成分が入っているのでしっかりと。次にペットボトルなどの容器に水を入れ、種が半分水に浸かるくらいに固定します。爪楊枝を種にぶち刺して固定も OK。 へー、あとは毎日水を変えていけば1週間くらいで種が割れ根と芽が出ます。その後は鉢に植え、水をたっぷりあげればぐんぐん育っていきますよ。今実質にあるものには身長を越されそうです。もうそうだよね、そのぐらい大きくなるよね。他にも水耕栽培可能な食材はたくさんありますので、もし興味ありましたらお試しください。ちなみにパイナップルなども水耕栽培できるんですよ。でもあれすごい、傘がすごくなりそうだけどうちは北国ですが元気に育っています。植物に囲まれた生活おすすめです。それでは。なるほど、素晴らしいプレゼンが来ましたね。水耕栽培自体は、小学校の頃じゃんけんで負けて植物係になってしまって、はいはいはい、すごいなんかね嫌な思い出なのよ。なんだっけな、何作ってたのか忘れちゃったけれど、多分健康診断とかが午前中あって午後から授業ですみたいな時に分担があったんだよね、水耕栽培している器の、これ磯地担当みたいな。そうそう、私じゃないやつの水がもう多分腐っていて臭いみたいになって、で当日その担当の人がいなかったのかな、それで、はい、同じ植物係なんだから、やれやみたいなことを言われて理不尽と思ったけど溝を変えに行ったわけ、健康診断終わった後の時間をちょっと使ってたんだけど、もうバーッと洗って戻ってきたら担任の先生が戻ってきてて、これから授業だっていうのにどこに行ってたんだみたいな、すっげえ怒られたの言われて洗ったのにまあ先生に言われたわけじゃないけどまあまあまあ、もう本当にクラスのほとんどの人から言われたのよ。でめちゃめちゃ怒られてて、でもそれを我々がやれって言いましたみたいなことは一切クラスメートが言わずに、なんか私だけ怒られたのね、すごく。でなんかそれがトラウマになっちゃって、あんまりなんか水耕栽培にいい思い出はないのもう磯ちゃんどのエピソードからでもひくひくにつなげられるのか、ね、いやでもそれさすごくひどくないでもそんな悲しい思い出も吹き飛ぶぐらいのインパクトがありませんでしたか。アボカドができるっていうのは
ね、すごいね。でもアボカドって確かさ、人間だけが毒を浄化できるんだよね。あ、そうなの？猫とか食べちゃいけないとか言うじゃん。で、人間だけなぜかアボカドに対してアボカドの毒が効かないんだって。へー。アボカドを食べるのは本当人間の特権みたいな感じだからさ、それを手元で育てるっていう、この生物の王者みたいな本当なんかもうどっちの話になっても壮大になっていくね、君ねなんか悪い方もいい方もすごいな大げさ大げさ大げさ。アボカドの種結構大きくない？卵ぐらいあるよね。なんか芯みたいのがあるのかね。あの、私たちがパカって2つに割った時、真ん中のさ、ほぼほぼ種みたいじゃん。あれが種じゃないの？果肉は本当にあの外のこと言ってんのかな。私種の中にさらに核みたいのがあって、核だけをやるのかと思ったんだけど、詳しくは分かんないけど、なんとなく果肉だから食べれるところかなと思ってたけど。ちょっと待って待って、あ、これはあれですね、パカってやって取った丸々の種ですね。本当だ。こんなのハンバーガー屋さんとかアボカドバーガー作ったらすごいいっぱい作れちゃうじゃん。どんどん増えちゃうね。ねえ、爪楊枝種刺しても大丈夫なんだっていうところがちょっとびっくり。中の組織が壊れないのかなみたいな。傷つけても大丈夫なんだね。ねえ、パイナップルの水耕栽培はさ、どこをどうすんの？ヘタ？あの上のとこパーンって切ってつけんの？人で言ったら髪の毛の部分だけ。あそこなの？本当に分からんな。ちょっと待って。あ、でもそうです、あそこなんだ。でも腐っちゃうんだ、うまくやらないと。これでもうまくいったら下生えてくんの？下が復活するってこと？え、これ最終的にパイナップルなるのかい？下本当にそんな出るの？なるかい？パイナップル畑見たことあるけどさ、結構すごくなるじゃん、ドワって。相当な場所というかね、スペース必要な気がするけど、できんのかい？でも北国でも育ってますって言ってるもんね。まあでもあれかな、食べることを目的とするよりは植物として観賞用みたいな、なのかな。パイナップルうち好きですからね、美味しいのができるんだったら作ってみたい気はしますけど、今ね、なんかうち本当に周りに青虫多くて、レモンの木をイソッチチが植えたんですよ。ほう。で、ちっちゃいレモンとか出てきたんですけど、どっからともなくアゲハチョウがやってきて、卵を産んで食べられるみたいなことを繰り返していてさ、うん、青虫をさ駆除するのもかわいそうじゃない？まあまあまあ、そうね。綺麗な蝶々になるわけじゃない。どうしたもんかってなってるよ、うち本当にただの磯村家の小さな悩みの話だった。どうしたもんかってなってて、枝とか白くなっちゃって、これは病気じゃないんかみたいになって、あ、レモンの木を育てている磯父のお友達のおじちゃんが来て、うん、これは何々病だみたいなことを言って、うん、こういうとこれとこれを使いなさい、うん、でその通りにして、うん、まあ事なきは得たんですけど、青虫問題だけは本当どうしても。なんでその枝が白くなったかっていうと、はい、青虫がつかないようにネットをねかけてみたのよ。はいはいはい、はい、そしたらそれになっちゃったの、ストレスで。あ、レモンの木が。なんかどうしたらいいんだって結局レモンをねうまく育てられてないんですよ、うちいやいや、もうなんかもう長々聞いたけど、本当にただの磯っちの悩みを聞いたみたいになっちゃったけどなんでここからね、アボカドとパイナップル増やしてっていいのかね、興味はありますけど。よし、それはもう磯村家でね家族会議して決めてもらうってことにしましょうかひくらじということでですね、まあ、先週の分も含めてたくさんのね新しい扉を開いてきましたけども、はいはい、ここでキングオブ新世界決定のお時間と。あ、難しいですねこれは。これ難しいですよ、うん、これ言葉にするのも非常に難しかったんですけど、イソッチがこのコーナーの前後で最も興味関心のギャップが大きくなった、つまりもともと興味関心があったところからだと小さくなるところなんですけども、このプレゼンをしてくれた方を一人イソッチに選んでいただきたいと。なるほどな、ということなんですけども、はい、磯地さんどうですか？迷いますねこれ。迷う。迷って今お二方ですっごい戦ってます。お、絞ってます、絞ってます、ぎゅうぎゅうにぎゅうぎゅうに今ぎゅうぎゅうに圧をかけている。ううじゃあ発表してもらいましょう。はい、磯地さん発表をお願いいたします。キングオブ新世界はもっちさんの水耕栽培で。おめでとうございます。いやー、のじゃもんさんのですね、あ、
骨筋でしたっけ、あれもね新しい知識だったんでめちゃめちゃ迷ったんですけど、実際やってしまっているような感覚になったんですよ。最後水耕栽培を調べちゃってたじゃないですか、2人ですごくかなり調べましたね、割と調べて、ええ、あれここがこうなんじゃんみたいなのを2人で結構もうやるんか、確かに始めるんかぐらい喋ってたんで、ええ、この世界に捉えられてしまったのではないかっていうね。なるほど、水耕栽培については結構な盛り上がりを見せたと。じゃあシモン氏も依存なしということで。まあもう依存なしでございます。イソチチも依存なしイソチチということでですね、モッチさんには特別なプレゼント、これからねイソチと何作るかっていうのも相談しながらですけども、はい、制作してお送りいたしますので、お手元に届くまでお待ちいただければと思います。はい、そしてこのコーナーでご紹介された方、プレゼントご希望の方はですね、送付先情報もしくはちょっと僕とそれをやり取りできるアドレスとかツイッターアカウントなどをご連絡ください。もうすでにね送っていただいている方は問題ないんですけども、ご連絡ない場合はですねプレゼント不要と判断することになってしまいますのでご注意を。ということで、たくさんのお便りありがとうございました。以上、イソッチの知らない世界でした。この立ち筋、まさかお前は人斬りの。ひくらじ。エンディングです。明日なんですけど、はいはい。運動会がありまして。おう。遅くまで起きた状態で運動会にちゃんと参加できるのかっていうのは心配ですね。明日でも良かったんですよ、収録ラジオ収録を。どうして今日何も相談してくれなかったの。いやいや、もうやっぱりね、この収録の前の日のギリギリいっぱいまでお便りが熱々で届くと思ったので、そこはもうその場でやりたいなという気持ちでああ、なるほど、いやでも体が資本ですから。それね、もういそっちにもそのままお返ししますよ気をつけてください、いつでもスヤーになってしまったら大変。怖いわよね。なんでしょうね、あれよ、お家になるべく居ましょう期間が長かったことによって体が変調をきたしているのよ。さすがにじゃないのかな、そういう影響もあると思うけどね。うん、まあでも僕も比較的インドアな人間ですけども、さすがにこの長さはね。私もインドア派だからそこまで苦じゃないけど、意味なく歩いてること多かったから、収録と収録の間がすごい空いちゃって、はい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 、なんか散歩すっかみたいなこととか多かったけど、最近はねもうそんな間が空くみたいなこともないからな。その分ね、家にいて何もやることもないし、体は寝るかみたいになっちゃうんでしょうね。リングフィット、リングフィットですね。これは空手という選択肢もできましたからね。空手でもね、素人ですからね。いや、もしかしたらウィー空手みたいなやつが出るかもしれませんよ。ウィー空手いいんじゃないですか。でもね、なんか型をこうセンサーでできそうだよね。判断してもらったらいいかもしれないね。ソルトさんがどっかにこれ持ってったらどうですか。ソルトの中に空手に通じてる人が全くいないので無責任なご提案になってしまいます。なるほど、誰か一人雇おう。もうそういう観点で言うと、ミスったドリラーさんを連れていくしかない。そうですね、ミスったドリラーさんがもう監修。もうわけわかんない話になってきた。でもなんか先方さんが、ミスったドリラーさんはお名前的に我が社でいいんですかみたいなこと言われちゃったり。バンバンじゃなくていいんですかみたいなね。そう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 、面白い。いいよいいよはい、番組各コーナーでは皆さんのお便りを募集しています。番組公式サイトからも投稿できますが、ひくらじ公式アプリがおすすめ。番組のリストに簡単アクセス、そしてひくらじ専用の照合システムが楽しめちゃいます。ぜひインストールしてみてください。お便りを募集しているコーナーは、質問感想ひくひくエピソードなど内容自由のふつおた、公式アプリの照合追加要望ほか、ひくらじを盛り上げるプランを募集、自己肯定感向上ミッション、思い出の中の作品を探せ、思い出公開捜査、捜査中の案件は公式アプリに掲載していますので、情報をお持ちの方はぜひご連絡を。逆に探してほしい思い出作品もお待ちしています。みんなで熱く語り合うエゴ爆発ライトニングトーク、現在開催中のトークテーマ、好きなゲームキャラクターは男性女性その他の3パターンで募集中。1投稿につきどれか1パターンで送ってください。複数キャラへの愛が語りたいという方の複数投稿も歓迎です。それでは自己肯定感低めラジオ、今週はここまで。お相手はイソッチこと磯村智美と、シモンこと橋本優希でした。バイバーイ。